こんにちは。スマイリングクリターズへようこそ。そして今日は予告編と呼ばれる。タイトルがなんだかわかりませんか？ドッグデー。はい、キトナップです。映画のタイトルは何と呼ばれていますか？レディープレイヤー1というトレーラー1だと思います。そう、キャットナップ。はい、あなたの権利です。ドッグデー。レディープレイヤー1は、すみません。何？キャットナップ&ドッグデイ、これは SF アクション映画です。レディープレイヤー1とはどういう意味ですか？タイトルのレディープレイヤー1は、古い古典的なアーケードゲームに触発されました。古典的なアーケードゲームですか？何？待って、なんてこった。待って、失礼します。一体何が起こっているのでしょうか？映画に登場する80年代や90年代のポップカルチャーの古典的なアーケードゲームは何ですか？知ってるよ、キキンチーカン。レディープレイヤー1からの80年代または90年代のポップカルチャーの参照です。あらまあ、それはイースターエッグを参考にした映画、ババババファントです。ご存知の通り、ドグデイ。そしてキャットナップも。うむ。それはすでに私の名前です。ホッピーホップスコッチ。よし、みんなの話をやめてもらえますか？さて、親愛なるレディ、プレイヤー1の公式予告編1を見てみましょう。始めましょう。My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego.Like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. Ohio州. Sitting here in my tiny corner of nowhere. Ohio州が大好きです. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. Otto. VR SF 映画ですか? Otto. A whole virtual universe.はい、それは都市です。People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. ナイトクラブ、それはあまり似合わない。ドッグで。The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit half a trillion dollars and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival? And how the hell is he winning? I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion. これは、音楽機動隊、プラスではありません。はあ、80年代のポップカルチャーの担当写真を見つけた日は、一体何なのでしょう。わかっています。静かにしてください。まだトレーラー1を見ています。なんという。いいえ、この行為は正常ではありません。オーダーランダ、やめてください。なぜこのような反応をするのですか？ああ、うるさすぎる。どうしてそんなにうるさいの、ホッピー石蹴り遊び。うるさすぎるし、映画の予告編で私は終わりだから。そして、クラフティコーンは、と言いました。彼女は非常にうるさく、また耳をかきたてます。私もそれを聞きました。女の子たち。了解いたしました。このビデオをご覧いただき、ありがとうございます。そして、スミリングクリタズが反応するのが好きです。また今度。さようなら。